1650年頃の絵画に描かれたビオローネ、ビオローネという語は、ビオラダガンバ族ないしバイオリン族の様々な大きさの急奏楽器を指して使われる。ビオローネはフレットを備えていることがあり、弦は6本ないし5本、4本、さらにはたった3本の弦のみの場合もある。ビオローネは必ずしもコントラバスではない。現代の用語では、ビオローネの タイプを明確にするために、その名称に長弦を付したり、あるいは地域で区別したり、あるいはより正確な他の名称を用いたりするビオローネ、ね、という語は、様々な異なった楽器に対して用いられるが、それらを区別することは、歴史的なビオラダガンバ及びバイオリン族の楽器と、その長弦のバリエーションに詳しくなければ難しい。現代的な用法では、この語は最も一般的には、 ダブルバスバイオルに対して用いられ、すなわち、寄フ音の1オクターブ下を奏するルネサンス音楽、バロック音楽、古典派音楽の時代の旧奏楽器を指して使われる。しかしながらこの後は、バイオリン族の楽器に対しても用いられ、チェロのサイズのバイオリン及びビオーラダガンバ族で、アルトテノールのピッチの楽器に対しても用いられる。これらの楽器に特殊化した演奏家は少ない。 歴史的な楽器そのものではなく、現代における複製品が使用されることも多い。A.G. バイローンバイ、エルンストブッシュ、インベルリンモアショッツオブザ G. バイローンバイ、エルンストブッシュ6ストリング G. バイローン5は、A. バイローン C.1630 バイ、エルンストブッシュ、イン、ストッカホルム歴史的に、ビオローネの名で呼ばれた楽器には、様々なものがある。あるものは、チェロのサイズの楽器で、 キフオンそのままのピッチの音を奏でた。他にチェロよりも大きなビオローネも存在しこれらはキフオンよりも1オクターブ下のピッチで演奏した。結局は大きさや属よりもどのように調律されるかでその種類が決定される。ルネサンスからバロック時代にかけて作曲家はどのような種類のビオローネが使用されるべき格はし記述をすることがなかった。これは 古典派における楽器の標準化とは対照的である。例えば弦楽師重奏は、わずかな例外を除いて2つのバイオリンとビオラとチェロによって演奏される。2000年代の音楽学者や歴史学者は、作曲者が想定する楽器にこれらの区別があったか、また作曲者が演奏者に選択を委ねていたか、ということについての重要性を認識している。 このような楽器のタイプによって特定の名称をつけて区別するのは現代の方法である。大雑把に言えば急層楽器は異なる大きさの異なる音域の楽器が一族を成している。バイオリン族がバイオリン、ビオラ、チェロ、バスのそれぞれによって人間の歌手の音域に対応するようにビオラダガンバ族も様々な大きさの楽器が存在する。21世紀の北米の分類では トレブルバイオル、テナーバイオル、バスバイオル、グレートバスバイオル、ビオローネというように呼ばれている。歴史的な用語法によるビオローネにはバイオリン族及びビオラダガンバ族のテノール及びバスの音域のあらゆる楽器が含まれる。ビオローネという名前は実際にはあらゆる大きな弦楽器を意味している。20世紀までは演奏者や学者はビオローネが 必ずしもコントラバスのような楽器ではないということに気づいていなかった。現在はビオローネはその調律と属と機能によって区別される。これによって異なる時代と場所における作曲者の意図を明らかにすることが始められるだろう。忘れてはならない最も重要なことは異なるタイプのビオローネはそれぞれ非常に異なる音質を持っているということである。 チェロサイズの楽器は、ビオラダガンバ及びバイオリン族において、テノールを担当するが、実際には、その高音域はアルトの鬼域で演奏が可能であり、低音域はバスの鬼域を演奏できる。このカテゴリーには3種類の楽器が存在する。このカテゴリーには、多くの楽器が含まれるが、それらを名称で区別するのは容易ではない。真のビオラダガンバ族の楽器があり、 バイオリン族に近い楽器もあるが、その形や構造や調律から、本当のバイオリン族に含めることはできない。ルネサンスやバロック時代、そして21世紀であっても、楽器をユニークな方法で変更、適応させる奏者は多い。このカテゴリには D ではなく、E に調弦したバスバイオルや、最低限をさらに低く、C2 にするもの、4度のコントラバス調弦でありながら、 最高限が普通より4度高いものあるいは最低限が C のものなどがある。バイオリン族とビオラダガンバ族は概ね同じ時期に登場し長い時代を共存してきた。ルネサンスから初期はロック時代にかけて両者は異なる用途で異なる社会階級によって使用されたと言われている。ビオラダガンバ族は第一に家庭の楽器であり教養ある人々の娯楽のために演奏された。 これに対して、バイオリン族は社会における楽器であり、職業的な音楽家によって演奏された。この初期の時代におけるバイオリン族で一般的に使用された最大のものはチェロのサイズの楽器であり、現代のチェロよりも全音低く調弦されていた。これは当時より大きいバイオリン族の楽器が存在しなかったというわけではないが、そのような大きい楽器に関する記述は少なく、 また様々な異なった長弦が可能であった。この初期の時代においては8フィートに16フィートを重ねる必要は少なかった。人間サイズのバイオリン族の楽器はまず最初にオペラの効果音のために用いられ、後に合奏競争曲のオーケストラで同じように効果音的に使用された。これに対してビオラタガンバ族の大きな楽器はより一般的で、 最初期から用いられており、8フィートのラインを演奏していた。ルネザンスのバイオルコンソートで大きな楽器が用いられていた証拠は多くある。グレートバースバイオルは多くの著作に記述があり、その低い音域からその使用が不可欠な独奏及び室内楽曲が多く存在する。それらの音楽作品には非常に技巧的な性質を持つものがある。女性及び 男性の奏者がこのサイズの楽器を演奏したことも明らかである。ボニッチの1626年の曲集はフェラーラのパトロンの3人の娘に捧げられている。また多くの絵画において女性が大きいビオラだ、ガンバ族の楽器を演奏している姿を見ることができる。1660年代にボローニャを中心として技術の革新が起きた。 マキ弦の発明である。低音楽器にはこれは重要であり、非常に長い弦を使用せずとも良好な低音の響きを得ることができるようになった。この頃、ビオロンチェロという語が使用されるようになり、標準的なチェロの長弦が一般化した。そして独創チェロのためのレパートリーが現れるようになり、G ビオローネおよび A ビオローネにとって変わって、 通奏低音楽器として好まれるようになった。このチェロの躍進は G および A ビオローネの長楽の始まりである。8フィート楽器がチェロにとって変わられると、より大きな G ビオローネと A ビオローネは16フィート楽器として、チェロサイズの楽器の1オクターブ下を重ねるようになった。この18世紀前半から D ビオローネの長弦が記述されるようになる。この地点で、 他の大きさのビオラダ・ガンバ族はほとんど絶滅していた。地域によっては、ビオラダ・ガンバ族の最大のものは、他の地域で三弦ないし4ゲ弦のコントラバスに置き換わった後も使用されていた。このことはなぜ現在のコントラバスの形や長弦、演奏スタイルに統一性がなく多様なのかを説明する。オーケストラのプロの演奏家の使うコントラバスも、フラットバックのものがあれば、 カーブドバックのもの、撫で型のものや、丸い型のものがあり、長弦も E1A1D2G2 の他に、少数ではあるが、C1G1D2A2 が使用される。現代のコントラバスは、ビオラダガンバ族及びバイオリン族の要素を合成している。バイローンという語の使用は16世紀に始まった。ビオラは単に急奏楽器を指す言葉であり、ビオラダガンバ族か。 バイオリン族化ということを特定しない。歴史的には、バイロンは族に関わらず大きなフィドルを指した。ビオローネという語は、近代的なコントラバスを指すこともあるが、概ね現在は小楽器を指している。蒸気のように様々に異なったタイプの小楽器が、ビオローネと呼ばれる。オルガンのストップにも、バイロンと称するものがあり、金属ないし木管で、ペダルのディビジョンの16フィートのストップ。 あるいは稀に32フィートのストップである。ありがとうございます。